ハイサクタイガーのダンカンバカ野郎、イエーイ。あれオープニングじゃないの？これオープニングですか？これオープニングですか？あ、じゃあお願いします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはようございます。さっすいません、今日はちょっと遅れしまって。お、透けてるっすね。はい、ちょっと今日はね、我がクライマークは、つよし君のバースデーイベントだったということで、はい、ね、ちょっとベロベロでしたね。はい、大盛況でしたね。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日来てくれた、人もいたらありがとうございました。ありがとうございました、ね、ありがとうございました。いやでもね、やっぱりこうやって見ると男がこういう同じ黒スーツで揃うとちょっとかっこいいね、はい、かっこいいですね。透けてる、うん、透けてるけど、まあかっこいいですね。かっこいいね、うん、男のやっぱスーツ好きじゃないですか、皆さんも。やっぱりね、好きですよね、スーツ使うのは、うん、好きなんじゃないですか、うん、ね、ただね、今日ね、おかしい、ちょっとずーっとハゲハゲ言うてるやつが多いんですよね。あと俺の本名の斎藤知ってるやつがいるな。これどういうこと？あ、めっちゃいいじゃないですか。本名の斎藤知ってるやつどういうこと？めっちゃレベル高いですね。レベル高いです。それは緑じゃないですね、青のシャツですね。ただ怖い。そう、青ただ両が両が宮崎のどこだって。宮崎どこで、宮崎の鹿児島の方。鹿児島宮崎の鹿児島って何？宮崎の鹿児島って何？あの宮崎県があるやないですか、その下が鹿児島やないですか。ああ、だからしたらもう宮崎県内やけど鹿児島寄りみたいな。ああ、だからまあ鹿児島にすぐに行っちゃうよと、はいはいはい、そうそうそう、もう、ね、言ったらもうハーフみたいな、はいはいはい、スタッフ背景一回背景消せます、この青シャツを。背景戻して、これですね。いや、何を着てて透けてんのかって。ちょっとかっこいい、これだけこれだけ言うな。これだけ言うな、ね、あースーツ姿好きだって。やっぱりこれでいきますか今日は。ちょっと待って、これでこれでいきましょう。ね、ちょっとね、はい、ダメな NG ワード来てますね。 NG ワード、 NG ワード来てますね。何ですか？あのユナコロっていうちょっと NG ワード来てますね。あー、これはちょっと、もう NG なんですか？これはあの NG じゃないけど、まあいいや。まあまあまあ、斎藤ハゲってお前、あのトレンディエンジェルじゃねえわ。ペッペッペーじゃないから。5月23日、はい、5月23日です。誕生日いつ？あ、誕生日5月23日。おー、え、だから富永の誕生日は5月23日。違う、誕生日イベントはいつよ？イベントは今考えてます。6月15、17、18、19、20、21のどれかです。いや、多いな。うん、21にしたら今回と同じ 2days になっちゃいます。22が葵くんのイベントです。で、いいじゃん、 2days でいいじゃん。22の葵くんのバースデーイベントは決まってますもん。22?6 月22月曜日は葵くんのバースデーイベントは決まってます。そうだね、お前が21にしたら 2days、 あの今回みたいな感じになる、はいはい、し、なるほどね。でもそれをちょっと手前にずらすかみたいなのを考えてます。まあ俺は 3days やったけどね。ですね、やりましたね、 3days。 なんすか 3days？ 3days 1人で3泊4日でやったから、ね、なんか来た3泊4日。あれ？あら、あれ？今日の主役が、あれ？主役がなんと、なんと本日お誕生日イベントやりました。お、つよしくんです。どうぞ、つよしくん来ました。よいしょ、来たよ来たよ、つよし来たよ、よいしょ。じゃあつよし、うん、まあ、まずは誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、どうでしたか今日。うん、感想というか感想を、まあ、今日あのいろんなお客さんにね、やっぱりお祝いしてもらって、うん、はい、ちょっとあのこんな感じなんですけど、すごいなんかいろんなお客さんに応援してもらって、うん、感じでね、うん、泣くなよ、うん、泣くなよ、楽しかったっす、イエイ、うん、泣けよ泣けよ、
まあでもね、意外とね、俺も正直今日暇かなと思ってたんだけど、昨日めっちゃ忙しかったっすね。そう、昨日忙しくて、最近ずっと忙しくて、今日暇かなと思ったら、はい、今日もう満択でした。満択でしたね、忙しかった本当に。お前愛されてんだ。ありがとうございます、うん、やっぱりね、バースデーってゴミ袋で酒持ってきた。もちろん自分の売り上げも大事だけど、はい、やっぱ周りのお客さんにどれだけ聞いてんのか、もう一個ください、聞いてんのか、はい、ください。そう、周りのお客さんにどんだけ愛されてるかが大事だから。そうですね、バースデーっていうのはそれは大事ですよ、うん、本当にやっぱね、それでこう、なんだろう、1年間やってきてよかったなって思える瞬間だから、うん、うん、そうですね。まあお前はなんかすっごい面白いことしてたね、でも今日ね、はい、同業にシャンパンを煽るという、そう、追い打ちを神業を急にやりだしたというね。それで初めて見ましたね。すごかったね、同業に2本目煽るって、クラブアカーが一回ざわついたよね、あの時に、うん、同業に煽るのみたいな。いやもうそこはもうさすがやな、すごかったよね。正直ね、やっぱりね、仲いいからできるみたいな神業みたいな、まあ、あると思うよ、はい、それはもちろん、うん、仲いいからってのあると思うけど、まあちゃんとやったのはお前ぐらいだったね、うん、でもやっぱああやって剛が尊敬されてるのを見るのは嬉しいよね。いやー嬉しいですね、やっぱり、うん、嬉しい嬉しい嬉しい、楽しい嬉しい。初見さん、初見さん、いらっしゃい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 、あ、来たよ、あ、おはよう。いや、ちょっと、あら、一人なんか服が違う、服変えた、ね、今日は剛を真ん中にしてあげないといけないから。あ、クラス、はい、はい、来た、タイガー、おいおい、どうぞ。帽子かぶってる人はジョン・レノン、もう一個グラス、ジョン・レノン、いいっすね、あれがジョン・レノン。おはようございます、よーし、今日剛、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、イエス。あー、もうそのくだい取れてるからね。あ、そのくだい取れてるから、じゃあ、じゃあもういい、じゃあお前、もうハッピーバースデーない、お前。ただ、うん、今日ベロベロだからずーっと酒ついでる。ずーっと酒ついでる、つよしが。ずーっとついでる。メインね、メインなのに。今日そうだよ、今日お前メインだから、そんなもんしないでいい。お前は。なんか俺ちょっとやだいって言ってた。乾杯する？じゃあ乾杯しよう。乾杯しようか。乾杯よね。よいしょ。じゃあ、見てくれてる皆さんも、一緒に、今日はつよしの誕生日を祝って、乾杯！おめでとう！おめでとう！おめでとう！ほら、いっぱい来てるよ。うまい、おいしいわこれ。ていうかね、さっきも言ってたんだけど、やっぱみんなこうスーツでビシッと、うん、青シャツでビシッと、うん、すごいいいなっていう話してる。なんでお前着替えてんの？違う違う違う、だから最近俺さ、IK だから。IK？ なんすか、IK？ 何の略ですか？いらない子だから。なんかむしろ俺いない方がはかどるみたいな時ない。なんて言うんですか、ないと何臭い？うさんくさい、うさんくさい、うさんくさい。右には夏休み、あーでもそう、右には大学、これ聞こうよ今日さ、右には大学、まあ、うちの代表が髪色変えたんだけど、前とどっちがいいかちょっと聞きたい。あーそうそう、なんかずっと気にしてて、ね、てかさ、なんか今日会ったらもう全員、ほぼ全員お客様にもよ、一回アンケート取った方がいい、すげえ変だって言われて、そこはやっぱり、ね、悲しくなっちゃったね、今までの感じがあるんで。なんか剛がずっと独り言言ってる。剛がずっと独り言言ってる。いやいやいや、ね、いや剛かっこいいから、俺は私はそのかっこいい、俺はあれやわね、今日おめでとう。おかしいです、やっぱりやっぱ今までね、うん、代表やってきたんで、やっぱりそれはなんかちゃんとアンケート取ってもらって、どっちか、いや、ありがとうね、ありがとうね、はい、コンスミ何入れてんのって、何入れてんの、ねえ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 、なんやねえなんや、どやさ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 どうやすか、あ、ほら、やっぱ落ち着いてる方がいいって言ってるんで、ありがとう、今の方がいい、多いですね、お、うん、こんなに俺やっぱり代表いいんすよ、今が、ありがとうございやさ、ほら、お揃いのスーツってやっぱいいよね、あ、そうし、来月ドンベリ待ってます、ちょっとおかしいです、はい、おー、すごい、おー、すごい、ありがとうございます、あ、もう、よいしょ、やっぱり代表さ、こんな90いくとある、え、なんか、他の質問も聞きたいですね、いや、これはあんまやりすぎると声が伸びないから、そうですね、コメントありがとうございます、サクッとやっていかないと、じゃあ、今日の、つよしのバースデー行ったよって人何パーか、あー、なるほどね、今日のバースデー行ったよって、結局やるんじゃないですか、意外と早かった、今回意外と早かった、いるよっつって、いや、俺もこっちの方がいい、え、どっちがいいと思う、
だから俺今の方好き、今の方がいい。え、りょうが前の方がいいって言ったじゃん。いや俺今の方がいいっすよ。あ、もうくるくるいくな、お前、はい、もうお前あれやな、すぐ手のひら返すタイプや。和也君、髪の色変えないのかって聞いてます。髪の変わってるわ、もう肌色やないかい。肌色へぇお前誰撮ってるの。斎藤、斎藤さん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 。どうやね、なんかもう髪暗くしてて、なにひげ生えてる人海坊主って。お前人って言ってから海坊主って意味わからないの。まあいいや、うん。あら、松山千代さん、お出ました。はい、どう、はい、強しのバースで言ったよ、言ったよ。少ないでも1割あ、だって1割言ったら急に、あ、1割、あ、でもわかんない、わかんないよ、わかんないよ。これだから今回何人見てるかによるよね。11人だったら、もし、もし、あの、1回いいですか、9人とかもしれないよ。あ、1000人、1000人、1000人、そんなわけねえな。100人来てるよ、100人逆にすげえよ、お前。すごい、ショッツさん嫌いになりました、もう、ほんまに。1000人来てるやで、ショッツさんが1000人来た、その1000人来たよ。100人来てるんすね、今日。100人、稲葉物置やないかい。付き合い考えます。稲葉物置できるわ。付き合い考えます、ほんまに。だから多分、なんとなく計算したら1人だろうね。10人いたら1人。そうだね、9人ぐらいで。280ぐらいかな。28人。じゃあ2ぐらいやな。2、3人やな、じゃあね。僕、ショッツさんと普通に付き合いあるんで、ちょっと正直ショックっすね。あ、ショッツだけに。全然今のね、ショックっすね。ショッツ？ショッツ酔っ払ったからな。酔っ払ったもんね。まあまあ、多分付き合いあると思ってるのもお前だけだと思う。僕だけですよね。だって俺も付き合いあると思ってるもん、ショッツさんは。大丈夫。いや、俺も、ショッツ、メールしてるし。なんで、もう、友達かよ。お前が一番友達っぽかったよ。マジ、まあまあ電話が来たんだよ。でも俺もショッツさんのことショッツさんって呼ばないから。ああ、なんて言う。高橋って言う。高橋って。ああ、そうだ、そうだ。代表者に飲んでなくない。わおいわ、代表者に飲んでなくない。わおわ、それ言いづらくない。全然合わんわ、代表者も合わんわ。だいぶいい、だいぶいいです。まあでもね、本当に、やっと、まあ、我らがアクアもグランドオープンもしましたしね。うん、あれは、まあまあ、まあまあ、プレみたいなもん。はい、やっとグランドオープンしたということで、そして、2店舗目も、はい、なんとスタートして、アクアレーベルという。ああ、そうだね。はい。2点目も、はい、2点目も出ました。出ましたということで、うん、もう毎日ね、満員御礼、御礼、感謝感激、大入り、うん、風林会館ということでやってますけども、うん、ね、頑張りましょう、うん、ということで、うん、剛くん、バースデーどうでしたか。どうだったの、あの剛し了解で、うん、どうなの、あのね、いや、やっぱりね、どうや。いや、でもほんまに、あの今日僕バースデーだったんですけど、あのいろんなお客さん、いろんなね、うん、従業員支えてもらって、うん、あのいい感じに頑張って、うん、はい。俺今リョウガに聞いたんだけどさ。いや、リョウガどうだった今日バースデー。今日っすか、剛のバースデー、うん、はい。いや、やっぱり、うん、バースデーっていうのはやっぱ年に1回で。いや、バースデー、どっちどっち。バースデーですよ、バースデー、バースデー。パンケーキ？いや、パンケーキは関係ない。パンケーキは関係ない。いや、バースデーの年に1回か、そのね、集大成みたいなね。もうやっぱ、パンケーキ全然関係ない。もうやっぱ、剛の愛され…あー、愛しいな、お前は。愛され具合がね、今日ね、分かってね、よかったなと思って、本当に。ね、おめでとう。お前、鹿とかやバカ。どうした、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 ちゃんと言ってるの、これ全然、全然あさって向いてるから。いや、1個、1個だけ、そう、1個だけいいですか。あさって向いてるから、なんで落ちとんねん、お前。なんで落ちとんねん。ちょ、りょうがテンション、テンション上がるから、なに、いいって。な、どうしたりょうが。全然聞かんから。でも、怒っちゃった。でも、はい。強、あ、りょうがの、一個下が強し。あ、そう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 。そう。だから、ここ実はそうで、ここ射程りょうがは、結構、射程関係ですよ、ここ。強しを可愛がってたのよ。でも、
こっちか。りょうがが、途中で、あの、わくやを奢ってくれるから。そう、結構ね、りょうが面倒見よくしてたのに、はい、途中で、りょうがが、僕らを奢ってくれる。あいつダメっすわって言ってた。めっちゃいいやん、どう思ったりょうが、言ったらいい。どう思ったの、どう思ったの。あいつダメっすわ。なんでやって、どう思ってたの。で、一個いいよ、一個言っていいよ。いいっすか。うん、いえいえ。だからやっぱ僕、ちょうど1年前なんですけど、1年前に入ってロードかよ。見てもらったちょうど1年前に入って、あの、りょうがさんにあのずっとお前つし頑張れ頑張れよっつって、はい、おごってもらってご飯とかね、そう連れててもらったんですけど、今考えたら、うん、一緒に住んでるんですけど、うん、可愛がりもないんすよ、うん、やっぱ一回そこはりょうがさんと一緒に飲んでもらわないと、うん、やっぱり違うとこかなと思うんで、うんうん、じゃあ乾杯して どうしたらいいかも分かんないけど乾杯してじゃあ乾杯とかじゃないっすよね、うん、やっぱりそこは飲んでもらわないじゃあ分かった、じゃあ俺がコールするから、あで、やっちゃって俺やっちゃっていい、あっちゃん、あっちゃんいつものやっちゃって、飲んでぐるぐる飲んでぐるぐる入っちゃダメ、フィフィちゃんぴょぴょんのぴょん吉ってやるとめっちゃみんないい感じしてくれる、飲みやすかったっすわ飲みやすかったっす一番飲みやすかった飲みやすかったって言ったけど、りょうがさん飲んでないから飲んでないから、りょうがさん違う飲みやすか、飲んでもらっていいですか、あーそっかりょうがさん飲まなくて、はいはい、やっぱりまぁ、あ、ぐるぐる飲んでぐるぐる飲んでぐるぐる入っちゃダメ、ウィフィちゃんぴょぴょんのぴょん吉、なんでお前飲んでねえ、からのめっちゃ飲みやすい、お前俺の声夢中か夢中か俺に、はいはい、ということでね、まあ、強し結構やっぱコメント多いよ今日、お前のコメントが、そうだよ、量がもう、体、うん、か強し強しの強しのためにこうやって来てくれたみんな、はい、そうだね、うん、強しだよって、ほら、いい、ありがとねっつって、ありがとねっつって、ありがとねありがとねって、ほら、いいよ、ありがとねっつって、めっちゃ嬉しいです、ほんまにね、ね、かわいいです、ね、かわいい、みんなかわいい、ブスもかわいい子も、なんか、うん、うん、男の子も、男の子もありがとねって、ブスも男もかわいい、うん、ありがとねって、なんかいいねっていいねって大丈夫ですか、大丈夫です、言わされてる、俺はハゲてるけど大丈夫だよって、ハゲてるけど大丈夫だよって、見てね、ちゃんとコメントしてねって、部屋もでっけるから分からない、ありがとねって、まあね、もうええわもうええわ、じゃあ強したい、CM 行け、CM、 CM の9行け、お前ほんまにいいっすか、僕はい、行ったれ、やるわ、行ったれ、集大成を、集大成すんと、集大成行ったれ、お前、あのね、うん、僕東京来て1年ですね、うん、あのこんなね、みんないろんなお客さん、いろんなね、従業員支えてもらって、うん、はい、いろんなことがありました、うん、ちょうど1年前じゃねえのかよ、ちょうど1年前っす、ちょうど1年前っす、あの、いろんなことがありました、うん、ね、ハッピーバースデーもっと打ってください、もっとハッピーバースデー打ってくださいね、からの、あの、いろんなことありました一回ここ長えな、CM の9長えな、一回心折れたやん今、お前もちょっと適当なとこで CM 行ってくださいハッピーバースデーありがとう、 The largest program on night tube in history Which is it? オーバースト、計画に乗るか役所だろ、裏切れましたよ、その通り揃った、確かに今回の件、私のミスで発生しました。しかし、ヘルプについて強引に会おうとまた事実。今回無事回収できた暁には、トヤ社員にあなたに土下座してお詫びしていただきたい。はい、よっしゃ。ね。なんかライトくんがすぐ言うんだから、なんかライトくんが自分のなんかニコ生で自分の話ばっかしてるから、うん、うざいみたいな書かれたから今日喋んないらしい、書かれたって何、ホスラブース
つもライトはニコ生でうるせえ。いや、そんな自分の話ばっかする。そんなわけないじゃん。そんな気にする人いる？今日は本当だ。今日はすごくおとなしくした。1ヶ月目か。それ今 CM 中にカズヤ君に言ったらお前新人ホストか。ホスラブ信じちゃうよ。テーブルマナー捨てるやつぐらい。いや、やばいでしょ。ホスラブ信じて病むやつとかも新人ぐらい。やばい。信じてもまだめげないわ。なんで今日はみんなを引き立てよう。でも、多分俺の予想だけど、うん、ライトってわしはわしはって言うじゃん。はい。だからそれがその俺感出てるよね、多分。ああ、対象制約、対象制約ってこと？え？いや、わし、そうそう、わしのマークのね。うん、ってこと？あとこの声ですね。お前はずっと何ボレボレ食っとんねん。何を非常に非常にあれやな、腹減って腹減って、川に戻るからな。川に、うん、ライトのポーズしてって、シリコ玉取る作業に戻るから。シリコ玉取る作業。何なのこのさ、ライトのこれいつもやるポーズ何なの？これタスです。何タス？タスポーズ、タスポーズ。川に、川に、あのだからプリクラで使ってほしいっす。でプリクラ取んねえだろこの年になる。あ、ポーズあるのいいよね。いいっすよね。あ、すごい。じゃあ今日一人ずつポーズ作ろう。あ、分かった。じゃあ、うん、これ以外にして誰から行く？誰から行く？じゃあ、じゃあとりあえず涼河から。涼河行く？あ、でもぶっちゃけ、うん、これと、うん、これは、うん、これはもう特許取ってるからこれ以外にしまっていいですか？あ、オッケーです、オッケー。3、3。じゃあ、じゃあ涼河ちょっともうちょっと、ちょっと見えてないから、うん、もうちょっと。アップ、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 アップ。アッパー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 じゃねえよ。何最後自分のボクシング出してボクサー、ボクサー出すな。やっぱりリュウシュ、やっぱりそこは、うん、いいよリュウ。ああ一人ずつ、はい、こうね、はい、オッケー。リュウゴさんのアップがいいな、ポーズいいね、はい、オッケー。ポーズのあのネーミングもつけないとダメだよ。ああそうそうそう、何ポーズみたいな。おオッケー、うん、じゃあ、うん、ハンさん2位に1、1、1、4。リョウガポーズ。無理っすよ。いやこれだから思ったよりすげえ難しいの。無理っすよ、うん、いや分かるよ分かるよ。無理やった、危ないとこやった、心折れそうやった。じゃあ次、じゃあ次僕言います。あ、じゃあちょっと待って、先にやらして。危ないとこやった。ダメだよ、ダメだ、ダメだ、ダメだ、お前ダメ。カズヤちゃん、カズヤちゃん受ける。ツヨシは絶対滑るから、ツヨシの先やらそう。いや絶対滑るから、ツヨシ絶対滑るから。はい、じゃあ3、3、2、2、1。お前ら俺に会いに来いよ。なんで喋ってんねん。ポーズ、ポーズや言うてる。ファイティングポーズやったら。ポーズや言うてる。ただのファイティングポーズや。なんで、ま、もういいわ、もういいわ。じゃあ次、うん、俺やるわ。え、俺やるわ。じゃあ次俺やるわ。いいよ、ちょ、俺やる。いや、カズヤ君、カズヤ君頭使ってくるんでしょ、絶対。3、3、2、2、1、1。バーイ。いや、もうおもろいや。だってもうさ、だってもう、ありがとうございます。でも、釣り今、真顔でもおもろかったから。じゃあ、次、最後、鳥は。よっしゃ、もう米な、米な、我らが代表。はい、ありがとうございます。任せろ。3、3、2、1。美少女仮面。いや、量が量がって、量がじゃん、それいけーじゃねえわ。かぶってるこれ、ちょっと待って、ほんとにほら、また CM？ どんだけチンコ。おかしいっすよ。CM なんかあるんですか？おかしいっすよ。じゃあもうその一回一回そのミスをさ攻めるのあんま俺よろしくないと思う。え、ちょっと待って、ライトってそういえばライトって、あ、じゃあライトやろうか。ライトやってもいつもやってるんですか。じゃあライトのいつものポーズ。ああ、なるほどね。3、3、2、1、1。タス。なんでお前も喋っちゃうの。あ、で、タスって言うんですか。タスって言うんですか。じゃあ量感もあるから3、3、2、1。よっ、よっ、一瞬、パクる。飽きたよ。いや、お前、タスって言ったんだから、そこはお前、ヒクって言わないと。え？ということでね。飽きたわ、リョウが。ちょっとお金払ってもらわんと今、使っちゃったから。ほら、ライトのタスが一番いいって。かぶってるやんって、めっちゃ言われてる。じゃあ、でも、タスって謎じゃないですか。うん。全員飲めよ、飲もうか。飲もうか。飲もうか。腕強し。え、どうしたどうした。違う、ちょっとじゃん、どうしたどうした。嘘じゃん、どうしたどうした。嘘じゃん、言うから言う。どうした。ごめん、ちょっと今米来てるから一個拾うけど。ああ、うん。あの、さっきのくだい、ホスラブ信じたやむっていうのあったじゃん。ええ、うん。俺も病んでたのよ、新人の時ね。ああ、そうなの。ああ、わしはやっぱ8年経っても病んでます。あ、俺もね、なんかカラオケボックスで無理やりなんか生理中やられたみたいな。え、なんなんですか、すごい。じゃあ俺なんかとりあえず、とりあえず、うん、えみたいな感じだ。
ペンなのに、まさかせなんかそういう月のものの時にやるわけないのに書かれて、でも俺は心折れなかったよ。でもいや、まあそれが真実ではなければ、うん、そうなの、そのぐらい心は折れないけど、あんなのね1割も真実ない。そうよ、ニコ生で、ニコ生でライトうるさいは必ずしも外れてないんだよ。それは、うん、ごめん。しかも新参者が一番喋りまくるっていう。いや、一番いい、それはいいよね。だから一回黙ろうかな、今日。いや、そんなもう、じゃあもうあんなん気にしたらもう負けっすよ。だって俺と孔明さんなんか、うん、もう一番最初のから昔のから読み返してたら、もう子供4人いるからね。ああ、どうですか、子供が4人。子供4人いるんだよ、だから。あ、ホスラブ情報。そう、だって前になんか、カズヤちゃん、なんか、一緒に遊ぶ時に、俺もうさ、最近やらなくって、金玉2つや足りねえって言ったもん。そう、言ってたね。そう、言ってたから、いやいや、俺と思って。あれ、すごいよね、ほんとに。まあまあ、とりあえずね。まあ、今日は強し、ハッピーバースだったから。うん。今日のメインは僕ですよ。イェイ。皆さん。うん。まあ、先月だけどな、誕生日。だそういうのいらんねん。あ、そっか。それいらんわ。だからもう今日でも、うん、あんなに盛り上がると思わなかったよね。結構めっちゃ盛り上がった。うん、そう、ね、正直嬉しかったっす。いや、今日いいバースです。だから強しが愛されてる証拠やんな。うん。嬉しかったっす。強しはもう今後ね、まあ今回バース頑張って、はい、また1年後ですけども。うん。ちゃんと頑張ってください。頑張ります。うん、よし。そして、はい、アクアもグランドオープンして、うん、アクアレーベル系列2店舗目も出たんで、うん、皆さんね、でもやっぱりアクアの代表飲んでないんで、代表飲んでください。なんけどーい。まだねー、コメント伸ばしてねー、まだまだ伸ばしてねー。もう気合さに出てる。明日はアハルト君のバースデーだよ。あ、そう、アサハルさんのバースデー。明日ヒーローギャルトのバースデーだからね。そうだよ。よし、来てよ、みんな来てよ。バイバーイ。そむいてビクビクしてては、つかめないような心、歯食いしばって胸を張って、茨の道行け侍よ。強くなれ、強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ、強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望を忘れた若者を奮い立たせ侍よ。強くなれ、強くあれ。この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。この国を背負う侍たちよ。